突然ですが、番組のスタートはこれ。教えて、ももクロ先生。こんな質問が届いています。ペンネーム、何があれば一生暮らせる Z さん。お、これが質問かと思ったね。ももクロの皆さん、こんにちは。こんにちは。ハヤシライスのハヤシの意味って何ですか？さあ、そりゃもう確かになんだ。ハヤシライスでしょ。うん。ハヤシさんが作ったんでしょ。あ、なるほど。ハヤシさん。だって多分自分の名前つけちゃったけど。思い出した。思い出し知ってんの？ハヤシライスは日本の食べ物なんだよ。そうなの？確か。へえ。確か。確か？え、それか。ハヤシ？ハヤシ。木が二つ。キキさんが作った。キキさん。だいぶ難しい。難しい。でもね、調べて絶対ハヤシライスはね、日本の食べ物なんだって。今はハヤシは、ハヤシライス、ハヤシだって。ハヤシライスを。ハッシュドビーフみたいな感じのあるけどね。何？ハッシュドビーフはトマトが入ってるんだって。うん。トマトベースなんだって。うん、うん。ハヤシライスは、デミグラス。ソース？なるほどね、うん。あとやっぱお肉だよね。ああ、はいはい、そうね。薄いのがハヤシライスって感じするよね。わ、ね、かる、わかる。だからやっぱ、うん、あ、そんなに裕福じゃないハヤシさんが作った、なるほどね。あの、さすが玉井的な。カレーライスほど大きいお肉やるらんねえな、みたいな。で、あの、じゃあ、うちはもう豚の薄切り肉だ、つって、ね、それで、あ、これハヤシライスだ、つって。なるほど。これ、結構当たってると思う。正解はあるんですか？各自調べてくださいでしょ。マジか。いかがですか、こんな感じで。日本放送をキーステーションに全国ネット。ももいろクローバーZ。ももクロクラブ。ももクロクラブにようこそ。私たち今会えるアイドル、週末ヒロイン、ももいろクローバーZ。では今夜のメンバーの全力自己紹介です。じゃあ、しおりちゃん。はーい、しおりのあゆえを叫ぶ、イエーイ。皆さん、一緒に手拍子お願いします。せーの。しおりのし。叱らないで。しおりのお。怒らないで。しおりのり。リズムに乗って。しおりの。待って、ちょっと待って。いいよ、いや、考えてみじゃ、はい、どうぞ。はい、シンキングタイム。アリが真剣に考えたいって。自己紹介中にそんなことあるんだね。アリが答え言ってじゃん。あ、わかんないよ。わかんない。しおりちゃん、助けて。わかったわ。あれ、アリノボ、アリノボみたいだよ、今。みんな、行くよ。今日も一緒に、レッツももクロちゃん。はい、ドキリ名前もみんなの妹、玉井しおりです。イェイ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 。じゃあ次、アリン。はい。あれ？全力じゃできないな。オッケー、じゃあ、ももか。オッケー。飛ぶんだ。それでは皆さん、どうぞお願いします。せーの。ちっちゃいけれど、元気です。ありゃーちょっぴり、おばかな、ももかです。ありゃーす。最後にみんなで一緒に。ありゃーす。ありゃーす。はい、ももクロちょっぴりおばかな、小さな巨人、アリアス、ももか、19歳です。よろしくお願いします。お願いします。イェーイ。やりたいの？やりたいの？うん、やりたい。嘘でしょ？嘘。そうそう。嘘じゃないよ。嘘じゃない。もう早くやってよ。もう自己紹介に飽きが来てるでしょ。うん、いや、飽きてない、飽きてない。やってじゃあ、もう。はい、じゃあ皆さん一緒にお願いします。いくよ。せーの。お、肌の折っているキュ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 。アーリーのほっぺは？プニプニ。プニプニ？ピチピチでしょ？ピチピチ！ありがとうございます。チャップルセクシーおちゃめな、ももクロのアイドルアーリンこと佐々木彩香です。という3人でお届けしていきたいと思います。さて今回もこの番組のために用意された秘密の館からお届けしていきますが、この番組は会員制です。会員じゃなくても聞きますが、実は会員制です。メールが紹介されるとメンバーになれちゃいます。ということで、今夜もたくさんメールが届いています。ありがとうございます。ありがとうございます。それではメール紹介3つの規定、せーの。言えないできない思いつかない水内リアクション禁止。メールボックスオープン。じゃあ、まずは。ラジオネーム、じゅんさん。はい。ももクロの皆さんは、美容院で頭の後ろを洗ってもらうとき、首を美容師さんに委ねますか？それとも力を入れて、自力で頭を浮かせますか？私は悪い気がして、いつも頭を浮かして洗ってもらってます。よろしくお願いします。
なるほどね。なるほど。あるあるだね。これあるあるだね。美容院あるあるだ。うん。あれはね、そうね。私あのさ、こう、ウィーンってさ、だんだんさ、あの、そう、リクライナーのこう、背もたれがさ、うん、こう、倒れてくじゃん。そん時は、ちょっと、腹筋使ってこう、機械と一緒にわかる。わかる。え、なんで、機械なら頼ればいいじゃん。機械だもんだって。違うんだったら、機械のさ、下にさ、手、こうやってくれんじゃん。首を。こう、わかる。もう、はいはい、そう、リクライニングと共にさ、支えてくれるじゃん、手も。あ、わかる。だからそこで、全体重がちょっと、気使う、はいはい。そこは機械と一緒に、こう、同じ速度で倒す。なるほど。そっからはでも、さすがに洗ってもらってる時は。私も洗ってもらってる時は、結構、ダラーンとしちゃうから、うん。洗ってもらってる時は、ね、もう眠くなっちゃうもん。私はさ、洗うとこがさ、どう髪の毛が私の髪の毛になってるのか、すっごい気になるわけ。やばそうだね。もうさ、もう排水口に入っちゃう勢いじゃん。だってこの長さだったら。入っちゃうね。ね？だシュルシュルシュルって水がさ、ね、ああやってか、あらぼうってね。水と一緒にさ、吸い込まれちゃうんじゃないかって、いつも心配なんだけど。うん、でも見えないじゃん、まあ、自分じゃ、うん。で、まあ、なかなかこんな長いさ、お客さんもいないからどうなってるのか見えないしさ。確かに。すごいいつも気になってんの。写真撮ってもらえばいいのか。うん。うん。うん、そんな見たい？結構気になる。あ、そう。あ、そう。だって、流してる時どうやってやってんだろうって思わん？確かに。確かに。でもさ、私たち一回美容室体験やったもんだったよね。シャンプーをメンバーにやるみたいな感じで。やったわ。あの時やったよね。私は、アーリンにやってもらった気がする。私は、かなこをやって、背中びしょびしょにして、かなこの背中の後ろに水の滝が流れて、怒られた。うん。難しいよ、あれは。美容室行きたくなってきた。ね。タモさん、髪切んないの？あ、そうだよね。今、絶賛長い。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 なんか、どうしようかなって思ってるうちにここまで伸びちゃった。募集してみたら？長いのと短いのどっちがいいか。うん、どっち、でもさ、それはさ、私がやっぱ決めるよ。あ、そうなんだ。やっぱね、まあね、最終的には、ね。最終的には。そうだよね。また気分できるかもしれんし。うん。いいな、短くもしてみたいしね。ね。じゃあ次、私が一番最近行くかもしんないじゃん、髪が。そうだね。ね、うん、その時は、じゃあ、全体じゃ預けてみるね。あ、だ、もう最初からだ、ね、よ。初っ端からね。帰ってお願いしますやった、座るから、今度は。オッケー。そしたらどうだったか、また教えて。わかった。ね、はい。今日、このね、メールを紹介した人には、私たちが手書きで名前を書いて、ナンバリングしたももクロクラブのメンバーズカードをお送りしますので、楽しみに待っててください。し、読んでるでしょうか。さて、番組では、ラジオの前のあなたからの参加を待っています。私たちにやってほしいこと、質問&疑問、悩みの相談、たまり。どんなことでも構いません。過ぎないリアクション禁止で全力紹介しています。住所と本名を忘れずに書いてください。はい、メールのアドレスはもう、ちゃんと今読んでんだから、静かにせいや。メールのアドレスは、ももくろアットマークオールナイトニッポンドットコム。全部小文字で、momoclo アットマークオールナイトニッポンドットコム。たくさんのメールを待ってまーす。桃色クローバー、せーももくろクラブ。さて、今日もロッテさんからの差し入れが届いています。イエイエイ、どんなバチバチ、ヒューヒュー。今日は、なんと、57年ぶりに、大リニューアルする、ロッテグリーンガムでございます。おー、やったー。これはみんな食べたことあるんじゃない？あるよね。グリーンガム1回ぐらいは絶対ある。あるある。ね。だってほら、焼肉屋さんとかでもらうし。もらうしね。すごい大好き。ね。でもさ、57年ぶりの大リニューアルって、ロングセラー商品なんだよね。ね。確かに。今回はどうリニューアルしたんですかね。そうなんです。今回のロッテグリーンガムはですね、味の決め手となるミントを徹底的にこだわったんだって。おぉ。ミントね。これがまたすごくて、収穫のシーズンの最初に摘んだミントを、初摘みミントって言うんだけどね。うんうん、その初摘みミントをミントオイル中に贅沢に使って、さらに美味しく仕上げたんだって。おぉ、なんかすごい。すごい。美味しそう。食べたい食べたい食べたい、早速。食べたい、いただきます。待った。ただ食べるんじゃさ。うん。何よ。ラジオでガム食べたってくっちゃくっちゃ言うだけでしょ？うん。うん。そうじゃダメなの。今回はね、あのね、どっちが新しくなったかを当てる、キキロッテグリーンガムをやりたいの。なるほど。だから今ここに新しいバージョンと今までのバージョンの2種類の A と B のロッテのグリーンガムがあるから、うん、2つ食べて、どっちが新しい方かを当てるっていう。うん。なるほどね。なるほど。OK ですか？はい。はい、オッケー。うん。玉井が食べてるのと私が食べてるのは違うの？違う、はい。オッケー。さあ、ということでね、まあ、二人今悩んでて、ちょっともうしばらく。まだ味がさ、
あると思うから。なんとですね、このグリーンガム、今までは皆さん、この板状っていうの？長細いやつがグリーンガムと言ったら、うん、皆さんイメージすると思うんだけど、なんと今回、粒状のグリーンガムも登場するんですよ。でね、割と粒状のガムってさ、ツルツルしてるイメージあるじゃない？だけど、この粒、なんかコーティングしてないんだよね。うんうんうん。だから、よりミントの香りが楽しめるんですよ。だから、粒状も要チェックです。すごいね。そうかもしれない。だってこれミントの味がずっとするもん、絶対。私新しいと思う。新しいって絶対。今入れたのと、うん、違う方今から入れてあげる。うん、口の中に、うん。さあ、お二人が真剣に悩んでいます。はい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 。ミント感がある。じゃあ、ももかは二つ目の方がミント感があると。うん。私こっちは楽しいと思ったんだけど。うわぁ、二人とも二つ目じゃん。ダメじゃんよ。ちょっと待って。ダメだなぁ。一致しないなぁ、二人が。私もこっちがミントだった。何が。これが楽しい方だ。絶対こっち。じゃあ正解発表します。うん、正解は、新しい方は、タムさんが1個目に食べた方、モモカが2個目に食べた方が、新しい方。だから、モモカが正解だな。待って。イエーイ最終的に。ほら、ミント。これいつものやつ。すごいミントのやつする。はい、タムさんが2個目に食べたらいつもの方です。じゃあさっきのミント感がすごすぎて残ってるんだよ。なるほどね。ね。それはいいことや。ほら。さあ、ということで、すごいミント感のあるこの新しい色って、グリーンガムは4月22日の発売です。うん、皆さんもぜひ、初摘みミントのロッテグリーンガム食べてみてくださーい。桃色クローバー、モノクロクラブ。今夜はこの3人でお送りしています。はい、泣き虫の甘いモノミントの妹、玉井しおりです。はい、ももクロのちょっぴりおバカな小さな巨人アリアスももかです。はい、ちょっぴりセクシードチメのももクロのアイドルアーリンこと佐々木彩香です。うん、私たちはさっき行った場所から移動して別の部屋の前に来てます。ももクロクラブにはいろんな部屋が用意されているんだけど、今夜はここ伝説の部屋。サイズもの呪文で扉を開けましょう。せーの、ウィブロンラポルト。部屋の中には机が一つ、その上には分厚い一冊の本。そうです、ここの部屋はこの本に自分たちで自分たちの伝説を書き込んでいって、ももクロ Z 伝説を完成させようということなんですけれども、はい、うん、今夜書き込む伝説はこれです。ももクロ旅伝説。春も本番になって、ちょっと旅行でも行こうかしらみたいな気分ですね。はい。うん、まあ、ももクロメンバーも仕事で結構いろんなところに行ってます。ツアーとかでね、はい、うん、行ったり。はい。まあ、この間も名古屋行ったり。名古屋行ったり。福島行ったり。うん、ね、いろんなとこほんと行くよね。結構ね。うん、だってさ、一時期すごい時、1ヶ月に、うん、何、4回ぐらい飛行機乗ったことあったよね。あるあるある。あったあったあった。すごかった。ちわちしかも大体さ、メンバーと同じ部屋だってするから、うん、それこそなんかちょっと旅行気分じゃないけどね。うん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 、なんか、そうだよね。さあ、そこで。はい。今回これまでももクロの活動で行った。まあ、ももクロの活動じゃなくてもプライベートでもいいんですけれども。はい。そんな旅の中で生まれた印象的なエピソードを、この伝説の部屋で披露しちゃおうと思います。なるほど。なるほど。では早速、玉井さん。わかりました。行きます。玉井しおり、旅伝説。これはですね。約、去年。怖い話みたいだな、なんか。これはですね、1年前に、夏ですね、8月の4日間お休みがあったんですよ。その最終日に。いいよ。最終日に、噂で、リーダーが家族旅行に久しぶりに行くっていう話だったんですね。うん、そこは、前に、ももクロちゃんという番組で、一緒にリーダーとロケに行った長友って本当に怖い話みたいな。そうそうそう。しかもね、ちょっとね、声がいい感じなんだよ。声いい感じなんだよ。うん、前、ももクロちゃんで行った長友という、埼玉の奥の方かな、うん、のラフティングができるところに行くっていう話だったんですね。なんだっけ、ラフティングって。川下り。川下りか。何それ、私も行きたいって言って、うんうんうん。で、誘われてもないのに、家族を引き連れて。長瀞に向かったわけですよ。はいはい。すごいなぁ。そこがすごいよね。うん、え、何待ち合わせとかしてたの桃田と。いや、特に時間も決めず。うん、長瀞にいるっていうのだけを頼りに、行ったわけですね、家族で。本当に家族で。玉井一家で。玉井一家で、行きました。うんうん、で、まあ長瀞も近づいてきた頃ね、サービスエリアに寄ったんですね。うん、
サービスエリアに寄って、まあトイレ休憩とか、うん、なんか飲み物とか食べ物買ったりとかしてたわけですよ。うん、そしたら、なんか、人影があるんですね。うん、見たことのあるような。怖いよ。怖いよ。わあ！わお！と後ろから声をかけたところ、桃竹だったんですよ。もうパーキングエリアで会っちゃったの。そう。長さ、約束もしてないのに、パーキングエリアで会っちゃって。すげえな。まあまあ、あれ偶然のねみたいな感じ。これ会っちゃったら行くしかないよねみたいな感じで一緒に長瀞を旅しました。桃竹と玉池で。はい。へえ、すごいな。そう、行っちゃう玉井がやっぱすごいよね。うん、すごい、ね、長瀞すごいいいところで行きたかったの。うん。そしたら行くっていうから、まあ夏だし、まあ。うちも旅行するかみたいな感じで。ママ、行くとか言って、もう行こう行こうとか言って行ったの。すごいな、いいな。天然かき氷とか食べたりね。え、楽しそう。なかなか。なんで誘ってくんなかったの？だってやっぱり、その噂を聞きつけなきゃさ、ダメじゃん。だから今度私が、もしかしたら家族でね、旅行に行くって言って、それ聞きつけたら、アーリンちも来てもいいよ。どうやって聞きつけたらいい？アーリン大丈夫で地獄耳だから。大体聞こえるでしょ。大体聞こえる。そうだね。大体人の話聞こえる。よかった。ということで、これが以上、玉井詩織旅伝説でした。おぉ。本当にね、もっといっぱい喋りたかったんだよ。いろんなこと。あと他にもあるの？あとはうちんちキャンプ一家だからキャンプにしょっちゅう行ってたりとか。かっこいいな、ね、なんか。キャンプしたことある？私ないよ。え、テント張るの？うん、家にめっちゃキャンプ道具あるよ。マジで？テント張って。虫入ってこないの？入ってくる。朝起きたらね。もう朝起きたらテントって、テントと、うん、テントの上になんか被せるのがあるのよ。朝パッと起きると、虫の形がテントとテントのカバーの間にガーン！無理だわ。中までは入ってこないかな。あ、でもめっちゃカメムシいるところとかあったけど。朝起きたら枕元にカメムシとかあって。でもそんなに怖いね。楽しいよ、キャンプ。キャンプも行ってみてね。わかった。ありがとう、うん、じゃあ続いて、有吉さん。はい。それではわかりました。じゃあ行きます。有吉ももか旅伝説。私すんごい昔の話でもいい？うん、いいよ。どのくらい？ももクロ入る前。あ、いいよ。うん。だから、ももクロ入る前は、結構、必ずと言ってもいいほど、家族旅行に行ってたの。おぉ。まあ、言うてもそんな日本は出ないんだけどね。うん。で、沖縄に行ったんだよね、私。いいね。そう、すごい覚えてる。うん、夏に。夏休みに。うん、いいな。そう。で、なんかね、久米島っていう、ところに行ったんだけど、初めて、私、水怖くてね、あんまり潜ったりするの嫌だったんだけど、うん、初めて、あの、よくあるじゃん。ここにヒューチューのついてるやつしよう。あ、そこまではなかった。あ、じゃあゴーグルだ。普通のゴーグルか。そう、つけて、潜った。超綺麗だった。今でも覚えてる。え、ももかって泳げるの？確かに。泳げる印象ないわ。ないよね。でも全く泳げないわけではないよ。あ、そうなんだ。クロールできる？クロールはね、うん、なんか、私ね、あの、平泳ぎだったら結構どこまででも行ける。おー、意外。あの、やっぱカエルだからかな。カエルだからかな。そう、よく言われるんだけど。よく言われるんだ。お母さんによく言うんだけど、っていう、あの、息継ぎができるんだけど、うん、クロールだと、15メートルぐらいでもう、あの、息継ぎができなくなる。なんていうの、あの、やるじゃん、こう、うん。あれがもう吸えない。なんか吸えないけど。もう。でもできるんだ。ね。あ、できないの？できない。あとは、嘘。泳げない。泳げない。マジか。うん。バタ足で6メートルぐらいしか泳げない。嘘いじゃん？ほんと。だって泳ぐことなかったもん。私学校の体育で、もう成績があれだからもうすごい頑張った。学校のプールさ、足つかないんだよ。嘘でしょ？ほんとにあれ150なんだよ。48だ。そう。埋もれるね。ほんとにつかないから。埋もれてさらに2センチだね。そう。だからもういつもあの、あるじゃん、あの、一番端っこの手すりのところにいた。怖いから。私知ってる水泳習ってたの。え、水泳もやってたの？知らない、水泳習ってたの。結構長い間やってたよ。水泳も6年ぐらい。え、じゃあめっちゃ泳げんじゃん。まあ泳げるかな。え、じゃあももクロの中で一番泳げるんじゃない？割と選手コースだったもん。え、すごいじゃん。すげえ、私あれできないの、なんだっけ、バタフライ。そう。グーンってやつでしょ。パッ。あ、そう。ええー。バタフライできない。バタフライもやらされる。じゃあ一通りやらされるね、学校でね。やる。背泳ぎだけ私怖くて無理だった。マジか。もう授けられない。わかる？海に体を沈むんじゃないかって、うん、信じていいって言われたけど信じれなかったな。私もできない。頑張ったけど。マジか。うん、まあ行きましたよ。へえ、そう。なるほど、うん。いいね、沖縄とか海綺麗だもんね。また行きたいな。すごい、もう潜っただけで熱帯魚とかいるもんね。そう。本当に綺麗だったんだから。行きたい。本当に綺麗だった。海行きたい。ね。うん、さてということで佐々木さん以上、ありがとうございます。はい、以上、桃花伝説ということで。はい。
じゃあ、佐々木さん。行きましょう。いや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 。すごい面白い話なんだろうね。すごい面白いんだろうな。行きまーす。佐々木愛香旅伝説。なんか、あんまり家族旅行とか。行かない？なんか、箱根とかは行ったことあるけど。箱根も行ったことある。箱根とかも、ユネッサンスとか行ってたわ。ユネッサンス。え、何ユネッサンス。ルネッサンスと混じってるユネッサンだよ。ユネッサンユネッサンそれね。行ってた、行ってた、行った、行った。あと、北海道も行ったことあるけど、なんか、あんまり、そんな、頻繁に行く家族ではなくて。だから、ももクロ入ってから、すごい行く、飛行機とか乗るようになったんだ。そうなるほどね。で、やっぱさ、海外にさ、行くのも、ももクロが初めてだったの。そうだったんだ。そうそう。ね。ももクロがみんな初めてだったから。そうそう。だからやっぱドイツが初めてで、すっごい緊張したし、なんといってもやっぱ空港でフルちゃんが逃げ出そうとしたのがもうすごい印象的で。あの、ドイツの空港だから。マネージャーのフルちゃん。そう。なんか前にさ、仙台で逃げようとしたこともあったじゃん。仙台の新幹線の駅で逃げようとしたことがあって、今まではそれが一番、東京から離れてた記録だったの。いや、また日本だから帰ってくるだろうって気はあったよね。私さ、チケットもあるからどうせさ、乗るだろうと思ってたし。だけどさ、ドイツでさ、なんかカメラ回してて、空港でね。で、そのカメラをなくして、もうなんか、わけわかんなくなってパニックになって、逃げ出そうとしたのがすごい印象的で。覚えてるよね。なんか、フルちゃんが、もう心ここにあらずみたいな感じで、空港を徘徊してんだよね。そう。何してんだ、あの人みたいな。でも逃げ出して。でも見つかったんだよね、結局。うん、そう、なんだっけ、カウンターかなんかに。カウンターに預け、あ、置きっぱなしできたみたいで。あ、そう。フルちゃんが置きっぱなしだった。でもいなくなったと思ったら、そのカウンターさ、いっぱいあるじゃん、カウンターって空港に。全部の端からさ、一つずつカウンターにさ、一生懸命カメラはどこだみたいな感じでさ、ね。めっちゃ面白い。本当に、海外初で楽しかった思い出しかないな、あとは。楽しかったね。海外も行きたいね、またね。行きたいね。去年行ってないもんね。去年行ってない。行ってない。レミちゃんだけさ、一人でイギリスだ。そうだ。あの、恐竜だ。そう、恐竜で。行ってたじゃん。いやでも、もっともっといろんな海外にも行ってみたいなって思います、以上、鈴木愛香旅伝説でした。ということで、全員の伝説を聞き終わったんだけど、どれを残しますか？どれ残す？やっぱ、ももクロだからありんのできた。そうだね。本当？いいの？じゃあ、私のドイツの話を残すってことで、いいですか？はい。ということで、以上、伝説の部屋でした。お送りしてきました、ももクロクラブ、そろそろクローズの時間です。早かったですね、今日。早かった。なんか、でも盛りだくさんじゃなかった？盛りだくさん。よかった。アーリーの前世がちょっと最後の方になって、ようやくちょっと、いつも通りいつも通りになって。何？怖い。ダメだ、やっぱ戻ってないもん。アーリー怖いよ。本当にすごい。怖くないよ。怖いよ。怖いよ。怖くないよ。早くやって、次。はい。ここで、番組からのお知らせです。ももクロクラブ、次回の放送では、久しぶりに、メンバー全員が番組に登場。イェイ。久々ですね。しかもスペシャルプレゼントを用意しておきます。そのスペシャルプレゼントとは、5月8日に発売される私たちの新曲泣いてもいいんだよの他では入手困難なポスターを抽選で5名の皆さんにプレゼントしちゃいます。はい、当日番組の中で発表されるキーワードを書くことが条件となるので、絶対絶対忘れないで聞いてください。さて、ももクロクラブではメンバーを募集しています。はい、メンバーになりたいっていうあなたは、私たちへの質問、悩みの相談、こんなことしてくれというお願い、どんなことでも構いません。メールで番組に参加してください。番組でメールを紹介した方には、私たちが手書きで番号や名前を書いたメンバーズライセンスをプレゼントします。住所と本名を忘れずに書いてくださいね。メールのアドレスはももクロアットマークオールナイトニッポンドットコム、全部小文字で MOMOCLO アットマークオールナイトニッポンドットコム。それじゃあ来週もこの時間にラジオも全力ももクロクラブでね。バイバーイ。